はい、昨日作りました撮影機材です。はい、これね、雲台のところをね、アタッチメントを入れ替えるとこのようなアタッチメントをつけることもできますんでね、ちょっとこれ、今から、実際に撮影機材として使えるかどうか試してみたいと思います。はい、この機材は角度を自由に変更できるので、まあ、車のフロントガラスに応じてこのように角度をつけました。で、今回は、これ、雲台には、デジカメが、取り付けできないので、このような、スマートフォンの、カメラ機能を使ってちょっとドライブレコーダー代わりにしてみたいと思います。ちょっとこれ、つけてみたいと思います。はい、設置しました。ちょうど、バックミラーの下あたり、この付近に、このように取り付けてみました。ちょっとね、綺麗に映るかどうか、振動があるかないか、確認したいと思います。ちょっと安全運転で走ってみたいと思います。
はい、無事に安全運転で帰ってきました。車の振動で、ちょっとブレが発生しますね。まあそれはしょうがないかなと思うんですが、あと1点、温度上昇があります。先ほど、スマートフォンの、温度が 46.9 度まで上がって、スマートフォンがですね、温度上昇のためにカメラ機能を停止しますというメッセージが出て、カメラが止まりました。フロントガラスに置いてますんで、直射日光を受けるので、まあ、これから、夏に向かって暑くなってきますんでね、かなり温度制限でカメラ機能が止まるっていう可能性もありますね。やはりスマートフォンではなく、デジカメ、ビデオカメラ、そっちの方がいいのかなというふうに思いました。はい、まあね、それでも、この、撮影機材なんとか使えそうなので、ドライブレコーダーだけではなく、カーナビとしてもね、ここに設置して、使ってみたいと思います。それでは失礼します。